皆さん、こんにちは。日本ハムから海外フリーエージェント権を行使した近藤健介選手の西武入団の一報が届きました。しかしこれについて当事者である近藤健介選手が11月23日札幌ドームでのファンフェスティバルに出席し、悩める胸中を語りました。さらに新庄剛志監督から残留を懇願されたことなどが明かされました。今回は渦巻く近藤選手移籍先問題について調査しましたのでご紹介します。残留を要請している日本ハムを含めソフトバンク、オリックス、西武、ロッテと熾烈な争奪戦の中、交渉が一巡しており、決まってはない、納得して決めたい、期限はあまり設けない、年内には決めたいですが、本当に分岐点、しっかり悩んでと吐露しました。所属する日本ハムに加え、楽天を除くパリーグ4球団から獲得の意思を伝えられている近藤選手は、一度きりの人生なんでしっかり悩んでいると現在の心境を激白、未だに移籍先を選んで悩んでいる最中だということを明言します。ここにいる間は応援大使もありますし、ファイターズの選手としてやることをしっかりやりながら、その中で考えていい決断ができればいいかなと思いますと語りました。移籍か残留かの決断時期についてはまだ未定のようで、納得して決めたいので、そこの期限はあまり設けないと断言。年内には決めたいですけど、本当に分岐点というか、今後野球をするにあたってその決断で大きく変わってくるので、しっかり悩んですんなり決められた時に決めたいと、最終決断まで時間を費やすことも匂わせました。ただ決断の上で重要視する点に関しては、野球選手である以上優勝したいですし、その中のピースとしてグラウンド上に立っていたいと即答。来季は優勝できるチームでのプレーを望んでいることを明かしました。それでもプロ入りから11年間プレーした日本ハムへの愛着もあるようで、この4年間は自分の実力不足もありますし、中心選手として優勝争いできるような活躍をしないといけなかったというのも事実、そこも考えながら決断したいなと思いますと、残留にも含みを残しました。まだフラットにいろいろとお話を聞いている段階と、今後も各球団とは並行して交渉していくといいます。必要であれば現場首脳陣やチーム関係者同席の下で話し合いを行っていく意思もあるようです。それこそ監督さんともお話ししたりして、環境面だったり考え方だったり、そういうのを聞きながらという感じなので、とりあえずここに来る前には全球団と話をさせてもらって、また落ち着いて考える時間を作って、会いたいと思えば各球団関係者と会うと思う、球団を絞れているというところはないですねとコメント。自身が納得するまで熟考する覚悟を決めただけに、報道陣には決まってないことは書かないでもらっていいですかと苦笑いを浮かべながら報道陣に念押しした近藤でした。 FA 権を行使して熟考中と言いますが、日本ハムも残留に必死です。新庄剛志監督は約20分直接会談し、僕の気持ち、ファイターズに残ってほしいということは伝えたと、残留要請したことを明かしています。会談の場では、君は監督をやれる人間と、将来的な監督就任にも言及したことを明かしました。例えばファイターズで6年契約をした時に、4年後に自分でプランを考えて勉強しながらやっていく人間、コンちゃんは北海道に愛されている、ジェラルくらい愛されているという話をしたと、笑いも交えて説明しました。また近藤選手に聞きたいことないと問うと、外国人の補強はどうなっていますかと質問されたことを明かした。チームのことを第一に考えてくれる選手、しっかり動いていくという話をしたとやり取りを明かしました。過熱する報道をよそに、本人は最終的にどんな決断を下すのでしょうか。計5球団による争奪戦はまだまだ時間を要する気配が漂っています。近藤選手は選手会長として札幌ドームで開催されたファンフェスティバル2022に参加し、ソフトボール東京五輪代表の後藤希友投手との金メダル対決ね、会場を盛り上げました。不安いっぱいのハム党の心が、つかの間久々のコンちゃんスマイルに安らぎました。ファンの皆さんに一年の感謝を伝えたかったと
選手会長として大ハッスルし、年に一度の祭典を満喫しました。昨年の東京五輪で日本代表の優勝に貢献した左腕の後藤選手が、同じく侍ジャパンで優勝した近藤選手選手との金メダル対決が実現しました。近藤は同期入団の上沢の影武者として背番号15のユニフォームで打席へ。球団 OB で野球解説者の上本勤氏から、ここで三振したらチームに残留しろよ、稲葉 GM が複数年って言っているぞと FA 絡みでいじられながらも、フルカウントから持ち味の選球眼で四球を選んで出塁。岩本氏の交渉難航ですという絶叫に動揺したのか、苦笑いでつまずいていました。そもそもなぜ20億以上の契約を与えようとしているのだろうと思うファンもいることでしょう。しかし近藤という選手は、野球という競技の根本において最も大事とも言える能力を体現した存在なのです。そもそも野球の勝敗は試合終了時以降は区界とする、多くの得点を奪ったチームが勝利となります。相手をゼロに抑えても自チームが1点も取れなければ勝てないわけで、勝利投手が特にアメリカであまり評価されないのは、チームの勝利は投手自身が必ずしも管理できる領域ではないからなのです。ではどうしたら得点が取れるのでしょうか。ホームを含めた4つの塁を踏むことで点になるので、一気に4つ進めるホームランは得点に直結しますし、同じ安打数でも長打が多い選手の方が評価は高くなるのは当然のことです。まさに長打こそ正義なのです。加えて根源的に大事なことはもう一つあります。それはアウトにならないことなのです。野球という競技は27個目のアウトが取られるまでは永遠に攻撃することができます。出塁率10割の選手はまさに無敵です。もっともそんなことは不可能ではありますが、2000年代にセーバーメトリクスが MLB で急速に浸透していく中、打率、本塁打、打点という旧来の指標が優秀な選手よりも出塁率の高い選手が評価されるようになっていきました。そして近藤選手はこの出塁能力がまさに球界最高レベルに位置しているのです。2度のタイトル獲得を含め、近藤選手の通算出塁率は4割1分3厘、通算打率3割0分7厘より1割以上高い数字で、直近6年に限れば4割4分4厘にまで達しています。得てして出塁率は強打者になれば必然として高くなります。長打を避けようと投手がボールゾーンに投げることが多いためですが、先に言及したように近藤選手は決してパワータイプではありません。にもかかわらずこれだけの出塁率を叩き出せるというのは、選球眼がいかに図抜けているかを示しています。この6年間のボール球スイング率はいずれも 18.7% 以下にとどめ、リーグ平均より 10% 近く優秀かつリーグトップ3位内。ただ見極めが素晴らしいだけでなく、空振り率も毎年上位に入っていて、ストライクゾーンに来たらしっかり当てられますし、ボール球に手を出さないという理想的なアプローチを実践しています。四球と三振の比を表す KBB は 1.00 を超えたらかなり優秀とされている中、近藤選手は4年連続で 1.00 以上というのは改めて見事というほかありません。走塁と守備は平均程度、打撃もパワー面は平凡ながら、それを補ってあまりある極上の選球眼とアベレージ。近藤選手に大金が積まれる理由はまさにここにあると言っていいでしょう。移籍が実現すれば、よほどのことがない限りはチーム打率と出塁率が向上するはずです。ただ逆に言えば、来季以降の日本ハムはこの2点、特に出塁率の面で苦戦は免れないでしょう。今季の出塁率4割1分3厘でリーグ3位の近藤選手がいてもなお、日本ハムのチーム出塁率は12球団ワーストの2割9分2厘。新庄剛志監督のもと、積極的にスイングすることを志向して、昨年最少だった本塁打数は78本からリーグ4位の100本まで増えたものの、積極性の諸刃の剣で肝心な出塁をすることができなくなっていました。日本ハムで今季100打席以上立った選手は18人、その中でボール球スイング率がリーグ平均より良かったのは近藤選手、
18.7%、 上川畑大吾選手選手 26.6%、 杉谷健志選手選手 27.9%、 清宮幸太郎選手選手 28.4%、 石井一生選手選手 28.9% の5人だけでした。杉谷選手は現役を引退し、近藤選手が移籍となればフリースインガーの割合がさらに増えることになります。近藤選手はチーム全体の約 19% に当たる四球を獲得しており、単純に近藤選手を抜いた今季のチーム出塁率は2割8分2厘で、2割9分2厘から1分も下降します。サクオフは同じく抜群の選球眼を誇っていた。西川春樹選手がノンテンダーで楽天へ移籍し、このオフは近藤選手も他球団、しかもパリーグへの流出が濃厚な状況です。新本拠地は札幌ドームから一転して標準的なサイズとなるため、本塁打数は上昇しそうですが、致命的な課題である出塁能力がさらに悪化すれば空砲が増えることになりかねません。果たして球界最高クラスの打席アプローチを誇る近藤選手を獲得する球団はどこになるのでしょうか。その加熱する移籍騒動の終着点を今後も追っていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。